BC級戦犯として命を奪われた藤中松夫さんの次男隆行さん75歳。隆行さんの手元には父が残した遺書のコピーがあります。辞世の句がここにあって、でこれが9時25分あと3時間、うん、でこの21枚の遺書はここで終わってるんですよ。この遺書の後の文がですね、はい、こちらがですね、田島先生のお宅にありました。はい、藤中松夫さんは終戦の年の4月沖縄県の石垣島で米軍爆撃機の搭乗員で捕虜となった3人のうち1人の殺害に関わりました。連日の空襲で仲間の兵士を失う中行われた米兵の捕虜殺害、仇討ちのように大勢の日本兵が関わり、そのうち46人が BC 級戦犯として米軍から裁かれました。石垣島事件と呼ばれています。この事件では最終的に7人が絞首刑となり、松尾さんはそのうちの1人となりました。まだ28歳でした。1950年4月5日、死刑執行の宣告を受けた松尾さんは、米軍が管理する東京の巣鴨プリズンで、執行までの経過も記録した遺書を書き始めます。巣鴨プリズンで死刑囚に最後まで寄り添った教会士の田島隆順さん。田島さんから最後の食事への希望を聞かれた松尾さんは、代わりに申し出たことがありました。できますならば何か果物2個お願いいたします。私は食べたくはありませんが、2人子供に父として最後の愛情を注ぐ一遍にでもなればと思いお願いしたわけです。米軍は要望に対してリンゴ1個を部屋に差し入れました。高一、隆行ちゃん、父がいないためお祈りも厭わず、おじいちゃん、おばあちゃんは、母ちゃんはどんなに高一、隆行ちゃんのためにご苦労なさっているか、決して決して忘れないでね。かわいいかわいい高一、隆行ちゃんよ。初めて今涙が出た。顔を洗ってなお続ける。松尾さんが処刑された当時、隆行さんはまだ3歳でした。仏壇にしまってあった遺書の全文を読んだのは18歳になった頃だといいます。まあ初めのうちはよこう読みながら涙が出たですね。読むにつれもそういうと登録してるから、ただ親父は自分にしたら素晴らしい人間やな、そういうふうに思う。藤中家に届けられた遺書は21枚ありましたが、この後に書かれた22枚目の遺書が田島教会士の遺品の中から見つかりました。この田島先生方の遺書ですね。いよいよ近まりつつありますが、こうした安らかな心でおられますのは、長い間教え導きくださった先生のお力だと深く深く感謝いたしております。では先生、お元気に、さよなら。よく書いたもんやね。ようね、こういう手紙俺はちょっと書けたんだ。
日付は4月6日夜10時30分ごろ。この2時間後、日付が変わった4月7日午前0時半ごろ、13と書かれた扉の奥にある公衆台で死刑が執行されました。見つかった遺書以外の21枚は嘉麻市の臼井平和記念館に収蔵されています。学芸員の青山さんに22枚目の遺書を見てもらいました。これが最後かもっていうことですね。ちょっとやっぱ胸に迫るものがあります。永久戦犯のような指導者の立場ではなく、現場の兵士らが戦争犯罪に問われた BC 級戦犯。もうごくごく普通 の、 どこにでもいる若い夫であり父親であり、でもう戦争が終わったらそれからまた平和な生活を送っていたであろう人ですよね。だけど石垣島というあの事件の、しかも本当に実行者として命じられてやったっていう、もう戦争であったらある面致し方のないことと捉えることもできるようなことだけど、やはり殺人であることは間違いない。で冷静に見たらそれはやはり罪ですよね。でそれを本当にものすごくちょっと重い罪として負わされて、戦争によってもうどうすることも抗いようのない自分の立場っていうものの中でも精一杯自分のその命っていうのをこう書き残していらっしゃるような気がするんですね。松尾さんは遺書の中で強く訴えています。だから父は高一高幸ちゃんに願ってやまないことは、いかなることがあっても戦争絶対反対を命のある限り、そして子にも孫にも叫んでいただくとともに、全人類がこぞって願う世界永遠の平和のために貢献していただきたいことであります。